さて、モンスターハンターストーリーズパート4、やっていきたいと思います。前回は青柱を倒しに行くってことで、村長からかな、依頼っていうかなんか受けたんだよね。いい腕試しみたいな感じのこと、ここでちょっと祈りを捧げていこう。今回100銭を捧げる。これで不可効果みたいなつくんだよね。獲得経験値アップ。なるほど。まあね、この実況を上げるの結構久しぶりなんですけども、まあ、思い出しながらね、戦っていきたいと思います。まあ、今回は青柱ってことでね、まあ、青柱を知らない人にどんなモンスターかを説明すると、まあ、クマだね。ああ、クマってことですわ。まあ、ババコンガとか、まあ、ドドブランコがゴリラなら、まあ、青柱クマだと。モンスターハンターポータブルサードかな、サードから出てきたモンスター、モンスターハンターポータブルサードのオープニングにも映ってたモンスターだね。まあでもさ、動物の中でさ、何が一番怖いかって言ったらクマだと思うんだよね。クマってさ、なんかクマに襲われたみたいな事件よく見るけどさ、あれマジでえげつないよな。なんか登山してる学生たちが襲われたみたいな、マジでえげつない。再現 VTR がえげつなすぎる。マジクマ、山の中でさ、クマに襲われたらどうすりゃいい、死んだふりとか走って逃げるとかはしちゃダメらしいね。なんか絶対目をさ、こう背中向けちゃダメらしい、ね、クマとかに。が目を見たまま、こう後ずさりで逃げるみたいな。死んだふりはダメらしい。お、青柱かわいい。かわいくない？なんか色が素敵だな。青と黄色ってさ、青とオレンジとかさ、青と白とか、なんかそういう組み合わせ好きなんだけど。青柱パワーだと思うんだよね。スキルでちょっと応援使ってみようか。攻撃力アップ。あいつパワーだからスピードで攻撃すればね、だいぶ有利取れると思うんだよ。だからトサカにパワーアップの強化をかけよう。よし、勝て、トサカ。いいぞ、見せてやる、お前の力。おーっと、あいつハテナハテナハテナか。それちょっときついな。威嚇しよう。相手の攻撃力を下げていくこと大事。スキルで、まあまあまだいいや。ちょっと攻撃力上げたけど、青柱にスピードで攻撃していく。あいつパワーだから。ほら、ハテナハテナハテナか、やばいな。まあいいや、これでちょっと長期戦に持ち込もう。強いな。もう一回攻撃力下げてもいいけど、あいつにスピード攻撃。よし、いけ、絆のダブルアクション。これ発動条件は何なんだろう。57、強すぎる。いやー、ハテナ結構きついな。じゃあもう一回スピード攻撃いきましょう。スピードしてる限りあいつとこう真っ向勝負になった時に打ち負けることはないんで。 OK、 ダウン取った。ライドしよう。ライドオン、絆技を打ちます。ドスラッシュ、これ他にも技できるようになるんだろうか。いいぞ、起き上がった。あいつまだへばってねえな。へばってんのかな。戦ってスピード攻撃で体験以外持ってたりするのかな、片手剣とか。やべ、あいつ蜂蜜パワーで体力、待って、緑、これ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 結構むずいんだよね。オッケー、あいつ回復してるな。じゃあスキルで子供を応援しよう。トサカだいぶ強くなってきたんじゃない。 HP も俺より上だしね。エアークローだって。おー、やばいやばい、すごい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 な、あの攻撃めっちゃかっけえじゃん。戦うで、ベアーすごいな。青柱があんなかっけえ攻撃、起き上がった。29、いやこいつ HP 高くね。トサカに全然攻撃してくの俺ばっかだ。ちょっとアイテムで、薬草使います。俺に体力回復しねえとな。いけ、トサカ、お前のスピード攻撃見せてやれ。いや、青柱まだでいいな、相性的に最強だ。 OK、 全部タッチできたはず。よっしゃ、討伐できた。ハテナハテナハテナのままだったけど、
オッケー、ランクは A と。あ、やっぱりこのなんか黒いあれなのかな、毛にやられてるの、毛っていうか黒い木に触ってはならない。心侵されんのか。女？おばさんか。黒い草がここにも侵食が進んでいるようね。モンハン語か。調査が進むまでは森に近づかないようにだってさ。翌朝。あーやった、これね、村戻るが何気ねめんどくさかったんだよね。まあ、アシラって結構強いからな。黒の狂気。え、お前いたの？あ、やっぱこいつはお母さんを、その黒ナルが、黒の狂気に侵された、狂気ナルガクルガにやられたから、だいぶあれなんだな、恨みを持ってんだな。母さんのことを言うな。仇を取る。もう完全にこいつ闇落ちしてるな。いずれあれかな、俺の敵になるのかな。シュバル、ラスボスとなってあいつが立ち塞がりそうだ。黒の狂気への憎しみを募らせて白夢村を飛び出したシュバル。そのシュバルを追いかけるリア、二人は黒い草になった。おーっと、やばいぞ。この黒い草のとこに行かれるとね、なんかね、人にも感染すんのかな。はあはあはあ。シュバルを探してんのか。ザザミがいいんぜ、ザザミがよ。水辺だからな。何、ザザミいるしな。やべ、声がする。うわ、ドスイオスだ。ドスなのかな。いや、来ないで。今そいつとびっきりやべえやつだぞ。なめんなお前、ドスイオスに俺のドスランポスが負けるはずないだろ。無属性なんだその感じ。ドスイオス、おー、ドス、でもあー、こっち無属性。あー、まあいいや、行こう。俺のドスランポスが負けるわけないよな。あいつなんだろう、あいつスピードかな。いや、テクニックっぽいから、ここはちょっと一回パワーで攻めよう。あいつ何なんだろう、毒液。やべえ、あー、せこいぞお前それは。ドモンか。ドモンにちょっととりあえず攻めさして、あいつがね何か分かってんだよね。あいつスピードか。やっぱりここテクニックだな。そうだな、威嚇で下げさせた方がいいのかもしれないけど。おいぞ、クリティカル、いいね。もう一回テクニックで、とりあえず真っ向勝負では負けねえから、押して押して。俺の攻撃13しか、やべ、毒だ俺か。あー、毒になっちまったぞ。どうする。俺毒になったけど、俺なんか毒消しじゃねえわ、なんだっけあれ、毒消す、解毒薬、解毒薬とかあったっけ。持ってた記憶ないんだけど。それテクニックで攻める。オッケー、テクニック。え、待って、あいつパワーとかすごい、なんかそんなあれなの。やべ、俺死んじまうわ。そんなさ、あの自在に自分のタイプ変えて攻撃。お、待って、俺死んじゃった。あ、やべ、なんか凄ましいガッツとか言って、あ、ハートが減ってんな、下の。そういうことか。いや、あいつ強えぞマジで。パワーだね、スピードで攻めていく。じゃんけんみたいな時だ。スピード VS スピード。俺の方がダメージ食らわしてっから。
もうちょっとでライドオンできるから、ここはテクニックで攻めよう。ってパワーかーい。あいつさ、ことごとく俺を読んでくるな。ライド、ライドオン。特技ドスイオスに食らわせてやれ、ドスラッシュ。言うてダメージそんな食らわなかったけどな。ドスイオスに、じゃあ今度スピードで、スピードとスピードか、力くらい切った。ほら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 、これは得意だぜ。あ、やべ、しくった。あぶねえ、なんとか押せたけど今一瞬ミスったな。薬草使おう。トサカなんとか押してくれ。いやー、トサカにもアイテム使わないとちょっとまずいな。トサカに薬草使おう。いや、ドスイオス強くね。スピードとパワー、オッケーオッケー。キズナップ、これまたライドできる。これライドしたままちょっと戦ってみようか。何がいいんだろう、テクニックで。オッケーオッケーオッケー、押し勝っていく。38か。お、あいつ弱ってね、弱ってるよな。あ、待って、これあれか、乗ったまま戦ったら特技レベル2とかになるんだ。毒液ガード、ガードだって。よしよしよし、いいぞ。あいつもうだいぶ弱ってるな。スピードで、スピード VS スピード。オッケー、なんとか倒せたな。いや、ドスイオス強かった、普通に。なんならアシラより強かったんだけど、俺一回死んだしな。生肉全然使ってないけど、なんかトサカよりさ、後から捕まえた生肉の方がさ、なんかレベル上がってるの、なんだ。ニャンニャン、データ、ドアダダビーダ、デハ、ベードル。解毒薬だ、一気に飲みたまえ。毒食らってたのか。ハウス、いや、なんかまたあれだわ、新しいキャラ出てきたけど、また翌朝か。なんでこんな朝中のあるんだこのゲーム。お、待って、後ろにいるぞ、バケモンが。イエゴナーのシモーネ。ああ、ハウス。こいつあれだな、あのポケモンに出てきたハウっていうキャラに似てんな。はいはい、ヤース、ニャンニャン、レスキー。ええ、危ないところを助けてくれてありがとうございました。やめたい。おい、無茶を言うな、リリア。そう、お前はあれだろ、ライダーじゃねえだろ。誰、務まるものではない。え、こいつもさ、じゃあハンター試験受けさせるよ。ハンター試験だっけ。レコンティ。はあ、ボニクス。せぇ、こいつ加入しやがったぞ、調査団。ライダーにはならず、己の道を見つけたいと言っておった。なるほどね。私行くね。そんなあっさり行くのか、お前。あ、シュバルはいなくなっちゃったんだ。村を出たんだね、あいつは。立派なライダーになるんだよ。ほんと突然、突然すぎない？これ。泣いてもいいんだぜ、ハンカチはないけど。突然すぎるな、この村。急にシュバル飛び出していったり、こいつもその次の日には村出ていくってやべえな。モンスターの情報がキャンプにメニューのモンスター図鑑に記録されます。大変なことになったな。え、マジこいつ
お、黒の狂気めっちゃ出てるぜ、あの結晶の下から。白夢村の様子を見に行ってみようか。よっしゃ、じゃあ次回からは、白夢村の様子を見に行くところから始めようとか。というわけでお疲れ様でした。また次回の授業動画でお会いしましょう。